私はパニコ、28歳の会社員です。夫のユータとは友達の紹介で知り合い、3年前に結婚しました。優しくて頼りがいのあるユータと幸せな毎日を送っていたのですが、ユータは半年前から単身赴任となり、今は別々の生活を送っています。実は私、今の職場で数年越しの大きなプロジェクトを抱えていて、それに私たち昨年マンションを購入したばかりなんです。話し合いの結果、将来的にユータは戻ってくる予定だし、それなら数年間だけ別居生活をしようと決めました。結婚後もいつも一緒だった私たち、別々になるのは胸が張り裂けるような思いでした。我慢よパニコ、ユータだって頑張ってるんだから、思って生活しているんですが、やっぱりユータのいない生活は寂しい。今週末は帰ってこられる？一人で寂しいよ。金曜日の仕事が終わったらすぐに車飛ばして帰るよ。俺もパニコに会えなくて寂しいよ。早く会いたいな。うん。単身赴任が始まった当初はこんな感じで、ユータは毎週末帰ってきていました。ところが数ヶ月前から急に仕事が忙しくなり、平日は残業で遅くまで連絡が取れずに、週末も休日出勤ばかり、全然会えなくなってしまったんです。元気にやってる？体調は大丈夫？ああ。今週末は帰ってこられる？いや無理、忙しい。そうなんだ。なかなか会えなくて寂しいよ。今度はいつ帰ってこられるの？え、既読無視？でもきっと返信できないくらい忙しくて疲れているんですよね。あまりしつこく聞いてもうざいだろうし、そう思って連絡するのをためらっていたら、数日後やっと返信が返ってきました。ごめん、忙しくて返信忘れてた。やっぱりね。忙しいのは仕方ないけど、体は大丈夫？ちゃんと食べてる？あ、大丈夫だから心配ないよ。そうは言っても、どうせコンビニ弁当ばかり食べているに違いありません。接待やお付き合いも多いんでしょ？お酒ばっかり飲んでるんじゃない？大丈夫だってば。パニコは心配性だな。だって。ところで今週末はどう？帰ってこられそう？また無理なの？もう1ヶ月も会えてないよ。そうだっけ？分かったよ。今週はなんとか仕事を終わらせて帰るよ。本当？でもあんまり無理しないでね。ユータの健康が一番よ。ありがとう。心配はしたものの、久々にユータに会えることになり、私はウキウキ。週末、私はユータの好物を買い込み、料理をたくさん作って待っていたんですが、待てど暮らせどユータは帰ってきません。電話をしても留守電だし、 LINE も既読にならず、もしかして事故にでも？心配で一睡もできなかった私をよそに、のんきな LINE が入ったのは次の日の昼頃でした。ごめんごめん、やっぱり仕事忙しくて今週も帰れないわ。よかった、事故じゃなかったのね。胸をなで下ろしたものの、なんだか釈然としません。なんで今まで連絡くれなかったの？心配してたんだよ。だから謝ってるだろ。忙しいんだから仕方ないじゃん。仕事あるからまた後でな。ちょっと待ってよ、一回きちんと話しよう。ってまた未読になっちゃった。いくら忙しいって言ってもちょっと連絡入れるくらいはできますよね。それに昨日の夜からずっと電話がつながらないって、これ絶対に怪しいやつ。いくらなんでも一晩中携帯がつながらないとかありえないでしょう。不審に思った私は早速調べてみることに。私、思い立ったらすぐに行動するタイプなんですよね。ユータの会社の前、仕事って言っていたけど、ユータの職場のドアにはロックがかかっていました。中を覗いてみても真っ暗で、人っ子一人いる様子なし。やっぱり
私の勘は正しかったわね。私はその足でまっすぐゆうたの住むマンションに行きましたが、駐車場は空っぽで車はなく、向かいのカフェでゆうたの帰りを待つことに。2時間後、夕方近くになってやっとゆうたが戻ってきました。目を凝らしてみると、助手席には見知らぬ若い女性の姿が。そして車から降りた2人は腕を絡めて歩き始めたんです。あいつやっぱり浮気していたのね。疑惑が確証に変わった瞬間でした。私は急いでカフェを飛び出し、マンションへ入っていく2人を追跡。家族連れに混じって私も同じエレベーターに乗り込みました。今日も楽しかったな。うん、ゆうたたんありがとう。ねえ、来週はどこに行く？ひなが好きなところならどこでも行くよ。じゃあ今度は温泉でも泊まっちゃう？いいね、最高じゃん。目の前に私がいることにも気づかず、人目をはばからずにいちゃこら。そして私に気がつかないままエレベーターを降りた2人は仲良く腕を組んで部屋へ。玄関のドアを開けた瞬間、私はゆうたの肩を掴んでやりました。ちょっと待ちなさいよ。振り向いた瞬間、ゆうたの目が点に。あ、パニコ。え、誰このおばさん。なんでここに。ずいぶんと楽しそうじゃない。どういうことかゆっくり説明してもらいましょうか。いや、これは、あの…ゆうたたん、この人誰？怖い。改めて見ると、相手の女性は20歳そこそこの小娘。身につけているブランドや雰囲気から察するに、もしかして夜のお仕事系かしら。とりあえず中に入って、話し合おう。そうね、ゆっくりと事情を聞かせてもらおうかしらね。部屋に入るなり、ゆうたったら土下座して。すまんパニコ、俺が悪かった。それを見てひなとかいう小娘もやっと私がゆうたの妻だと気づいた様子です。でも全然驚く様子もなく、ニヤニヤしているんですよ。あ、この人そうなんだ。道理で家に帰ってこないわけよね。いや、毎日一人ぼっちで寂しくてさ、つい出来心で。私はずっとゆうたのことを思って我慢していたのよ。次の瞬間、ゆうたは信じられないセリフを口にしたんです。実は彼女妊娠してるんだ。はあ？突然のカムアウトに私は頭の中が真っ白に。そうなんです、だから離婚してください。信じていた夫に裏切られて、その上いきなり離婚宣言。浮気を疑っていた私ですが、ここまでの展開は予想していませんでした。私、いつかゆうたの子供を産んで家族で幸せに暮らす夢を見ていたのに、こんな若い子を妊娠させたですって。ごめん、慰謝料はきちんと払う。いや、通常より多めに払うよ。俺、ひなと生まれてくる子供を幸せにしたいんだ。旦那さんを奪ってごめんなさい。でも、ゆうたたんにはおばさんより若い私の方がお似合いだと思うんです。ゆうたたん、ひなにいろいろ買ってくれるし、すごく優しいんですよ。思いっきり見下した言い方にカチンときたものの、ゆうたったらこんな子に夢中になってるんですね。そう思ったら、なんだか腹を立てるのもアホらしくなっちゃいました。わかったわ、仕方ないわね、別れましょ。いいのか。やったー、よかったね、ゆうたたん。その後間もなく、私とゆうたは離婚。私はバツイチになったんです。1年後、ゆうたに裏切られしばらく押し込んでいた私でしたが、時が全ては解決してくれました。今ではすっかり元気になり、シングルライフを満喫しています。マンションも買った時以上の金額で売れたし、ゆうたとひなからの慰謝料で貯金もできたし、結果オーライだったのかな。
友人からの情報によると、ゆうたはその後再婚して無事に子供も生まれたようです。まあいろいろありましたか。あの様子じゃゆうたはいつか浮気していたでしょうから、あの時別れて正解だったということですよね。そんなある日、仕事を終えて帰宅途中の私の前に突然ゆうたが現れたんです。パニコ、久しぶりだな。え、ゆうた、なんで？久しぶりに会うゆうたはなんだかやつれた様子で。いや、実はお前に会いたくてさ。はあ？会社の前で待ち伏せとか勘弁してよ。ごめん、俺やっぱりお前とやり直したくって。はあ？今更何言ってんの？やり直すわけないじゃん。そんなこと言わないでくれよ。だってあんたとは綺麗さっぱり別れたのよ。再婚して子供だって生まれたんでしょ？そうだけど、再婚したけどうまくいかないんだよ。そりゃそうでしょう。あなた本気でうまくいくと思っていたの？え？ゆうたったらポカーンと口開けて実は私はこうなるって分かっていたんです。私の手料理で舌が肥えている上に、結構綺麗好きで汚れていたり散らかっているところが苦手なゆうた、おまけにお金の管理も苦手だから私が全てやっていたし、会社で仕事をする以外家では家事も何もしないんだから、私のように完璧主義できちんとできるタイプの女性じゃないとうまくいかないことは分かりきっていたの。悪いけど、あのひなとかゆう子がそういうことできるタイプとは思えなかったんですもの。案の定、あいつ家事も全然できなくてさ、家の中が汚いって怒るとすぐ泣くし、けど掃除も洗濯も下手だし、子供の面倒も見ずにいつもスマホばかりいじって、何より金遣いが荒くてさ、慰謝料払ったおかげで貯金ゼロだっていうのにカードでブランド品買いまくって、子供の服より自分の服優先して買ってるし、俺の稼ぎじゃ全然足りなくて。うんうん、私と会ったあの日も全身ブランド品だったもんね。自分で稼いだお金で買ったのか、ゆうたが貢いだのか、はたまた別の誰かさんに買ってもらったのか、いずれにしろ今さらプチプラとか無理ですよね。まあそんなわけで、私は最初からこの結末を予想していたんですが、ゆうたの話にはまだ先があったんです。その上、俺の帰りがちょっとでも遅いと鬼伝でさ、誰と会っていたんだ、どこへ行っていたんだって束縛がひどいんだよ。毎日携帯もチェックされるし、仕事中でもお構いなしに電話してくるし、家事も育児も全部俺がしなきゃいけないし、もう俺ボロボロだよ。おやまあお気の毒に。でもあのさ、そんなの付き合っていた時から分かっていたはずよね。あんた浮かれてて何も見えてなかったのよ。それを今さら私に愚痴られても知ったこっちゃないわよ。そんな、パニコ助けてくれよ。ほんと自分勝手な男ですね。別れて大正解だったわよ。とそこへなんと子供を抱えたひなが登場。ふーた、なんでその人と会ってるの？お前どうして？ゆうたの居場所はスマホの GPS で把握してるわよ。うわー、さ帰ろう。そんなおばさんと話すことなんてないでしょ。そう言うとひなはゆうたの首根っこをつかみ、あらら意外と力持ち。パニコ助けてくれよ。ずるずると引きずられながら、ゆうたは悲痛な声を上げていました。その後、友達からゆうたが会社を辞めたと聞きました。もともと私との離婚で社内の評判がガタ落ちしていた上に、ひなが仕事中に何度も電話してきたり、職場の女性との仲を疑って乗り込んできたり、周りの白い視線に耐えられずに退職していったそうです。今は自宅で朝から晩までひなに見張られながら在宅ワークの仕事をしているとか。ゆうたはすっかりやつれて見る影もなかったみたい。まあ仕方ないですよね。子供もいるんだし、しっかり働いていい父親になってほしいものです。私はというと、
仕事も順調で毎日元気に働いています。ごめんねパニコ、私まさかユータさんがあんな人だとは思わなくて。会社では頼りがいのあるかっこいい上司だったからさ。そうよね、私もすっかり騙されちゃって、あんな浮気者だったなんてね。でも早いうちに気がついてよかったのかもね。だって私今仕事もノリノリで充実した毎日だもの。ユータがいなくて寂しがってたのが嘘みたいよ。そっか、それじゃあしばらく恋愛は必要ないのかな。実は知り合いにパニコの話をしたらぜひ会ってみたいって。話するだけでもどうかな。まあどこで何の縁があるかわかんないからね。会うだけ会ってみようかな。いしし、ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。